AJ ユナイテッドサッカー鬼ごっこ対決。まあ、ルールなんですけども、1人ずつ10分持ち時間で鬼をやっていくと。で、中は2人入るわけなんですけども、僕と樹海さんはボールでドリブルで、僕は左足しか使っちゃダメ。ぶちこさんの場合はボール使わず普通の鬼ごっこ楽しんでいただければなるほどねっていう感じなんですけど、まあ、1人ずつ鬼をやります、で、僕ら鬼の場合はボール当てたら、当てたらもうそれでアウトね。ボール蹴ってミスってエリア外にボール流れちゃったらもう鬼の負け。逃げる人たちは10分で逃げ切れば中の人の勝ちということで、ちょっとポイント制でやっていこうかなと思います。中の人は10分で逃げ切れたら1ポイント、捕まえられた人は0ポイントです。例えば、僕がブチコさんに捕まりまして、僕は0ポイント1ポイントで残ったら1ポイントっていう感じでやっていけたらなと思います。チャレンジスタート。最初はグーチェキはいはい、くるしょ。最初グーチェキはい。鬼は一番最初、いや、ここはポイント稼げるよ。鬼のボールを蹴り出してまずいんだもんね。鬼のボール蹴り出したらお前アウトよ。樹海先輩のボールはくっさいくっさい汚いのだと思った方がいい。ネットはありなんで、向こう側のネットは OK でやっていきたいと思います。はい、はい、それではこれから10分間樹海鬼2人逃げるということでやっていきたいと思います。よーいスタート。あのパターンか。あいつは見た方がいいのかもしれない。やばい。これ今日はアウト。ということで、樹海先輩場外出てしまったんで、僕ら1ポイント1ポイントということで。ということで次が、じゃあ Y 先やるから。はい。お、いや、ここ怖いな。じゃあ行きまーす。スタート。始まっとるぜ。ちょっと待って。逃げろ。だからあの場合ブチはもう普通にボール蹴り出しても蹴り出したら OK だった。まあ多分ブチは面白く味わいながら来て、先輩が知らないうちに勝手に鬼が出るのを待ってたのかでもここポイント取りたいな。キックも左足だけってこと。そう、全部左、右使った時点で俺アウトだから。今先輩何ポイント？で、ブチが3で俺が1ね。スタート。よし、行くか。絶対アウトの方が蹴りにくいはずなんで。スタート。やばい。やばい。
逃げ切りたいね、これ。これ打ち取ったらボンバーマンよ。じゃあ行きまーす。よーい、スタート。はい、ということで、ブチコさんが1位抜けしてしまったんで、外野からこのボールを1球だけ蹴れます。鬼はさらに有利。ただもう1対1の状態なんで、制限時間5分になります。手遅れされてた。もうちょっと上だね。もうちょい上か。あ、そこで。ということで、逃げる側はさっきの半分、5分で逃げ切れば1ポイント。はい。という感じになります。わかりました。はい、じゃあ行きまーす。よー援護は任せろ。ただ1球外したらもう終わりだからね。行きます。よーい、スタート。やばいよ。援護頼みます。援護は任せろ。いきまーす。よーい、スタート。ということで、思った以上にきつかったですけど、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。なんかルールね、リクエストあったら付け加えてください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。